ピレネーアトランティック県は、フランスのヌーベルイコールアキテーヌ地域県の県である。なお、フランス語での発音はリエゾンにより、パイ、イ、ネ、ザット、エル、ティックとなることもある。県東部のオービスク峠から、西のビダソア川、川口まで左上に、ピレネー山脈が連なり、大西洋に面することからこの名がある。JL 県、ランド県、ミディピレネーのオートイコールピレネー県。 スペインのバスク州、ナバラ州とアラゴン州に隣接する。県を、ペーバスクフランセとベアルンに分けた、ーフランス革命期の1790年に設置された、県で、当時の県名は、バスピレネーであった。ベアルンやラブールとスール、いくつかの教区で構成された。バスナバール、ラブール、スールは、フランス領バスクと総称される。県東部には、オートイコールピレネー県の飛び地が2カ所ある。 1969年10月10日のデクレによって、現在の県名に変わった。2011年時点での県内のコミューンは547あり、県人口は656,608人だった。2011年1月1日時点で、最も人口が多いのは、ポーで、県人口の12.2%を占めた。人口が2万人を超えるのは、バイオンヌ、ビアリッツ、アングレットである。 県人口の24.6%は人口1000人から5000人のコミューンで暮らす。人口1000人以下のコミューンは2011年1月1日時点で446あった。人口が100人以下のコミューンは40あった。参照元、1811年スプルフ、1801から1954、陰性、1968から1999、 2006、2011フランス語とガスコーニュ語の二言語、標識フランスの他県と同様、公用語はフランス語である。地方言語として二つの言語が挙げられる。ありがとうございます。